おはようございます。ももチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はバタフライピーの種の取り方についてお話ししたいと思います。ビニールをかけて暖かい部屋に置いておいたんですけども、やはりバタフライピーはこのように枯れてしまいました。芽がもう完全に茶色くなってしまいましたね。ただ種ができましたので、種の取り方についてお話したいと思います。このように太陽に透かしてみますと種がいくつかできています。これがこのように茶色くなり、最後はこのようにくるっとはぜるみたいですね。そうすると中に小さな種ですね。こちらがバタフライピーの種になります。こういう種がいくつかできると思います。これを来年の春に再び撒いて育ててみたいと思います。あ、これもちょっとはぜ始めましたね。こちらですね、この種ですね、口が開き始めましたね。これです。この種が口がはぜはぜ、あ、中に種が見えます。これ種ですね。一応はぜてしまう前に収穫してしまいます。茶色くなった種は収穫しちゃった方がいいかもしれませんね。これも種で茶色くなってます。こちらも茶色くなってますね。ちょっと開けてみましょうか。分かるかな。あ、種が開きますね。あ、今落ちました。このように種が入ってますね。ってことはこれも入ってるかな。これはあんまり完熟してないうちに茶色くなったので、押してみてもスカスカですね。これは完全に茶色です。これは完全に種があって、これも入ってますね。とりあえず1234房、種が4房収穫できました。中に3つ取れるとして10個ぐらいですね。10個ぐらいポットができます。下に落ちてる、この位置を青いので取っときましょうか。このようにバタフライピーの種を収穫してみました。来年の春に再び種をまいて新しい苗を作っていきたいと思います。今日はバタフライピー種の収穫をしてみました。ご視聴ありがとうございました。